客様、第1件1件です。お下がりください。大盛り上がりの中、最後はハスタッグを組んだ大仁田天竜組が勝利を収めました。吉川さん、はい、それにしてもすごい歓声です。そうですね、これはもう大仁田しか作れない世界ですよね。ですね、はい、そして試合後はすぐに中巻あるいはボーゴが乱入ですか。はい、まあ、今日のね溜まってた怒りをここで吐き出してるような感じですね、はい、当然狙うは大仁田の首と、はい、はい、一方、タッグを組んだ天竜選手もですね、これだけ2100人の満員の中で試合をした、これ、心中、やっぱり嬉しいんでしょうね。そうでしょうね、充実感漂ってますよね。そうですね、天竜は 12.1 で大阪大会、新日の大阪大会で IWGP 戦、武藤敬司との一騎打ちが決まっています。まあ、とにかくアイドル GP に挑戦しろということは前々から言っていました。そうですね、ついに実現、はい、これ取ればですね、はい、全日本の3冠と、合わせて両メジャーのベルトを取ったというのは日本人では天竜源一郎初めてになりますから。そうなりますよね、はい、かつてはアントニオ猪木、そしてジャイアント馬場からもホールを取ったという、はい、その天竜源一郎、なるほど、私も記録を作るわけですからね。それはかなり本にこだわってますからね。はい、それに向かって今前進している天竜源一郎、そしてタッグを組んだ大仁田篤。これまでは戦うという両者だったんですが、今日はタッグを組みました。ただ反発し合いながらもお互いも認めてる部分はありますから、はい、このお二人の間には確実に男の友情ですか、芽生えてますね。はい、まあ、天竜が大仁田という男を認めたからこのタッグが実現したと、はい、それは言えるわけですよね。そうですよね、もうファンはそうだし、はい、いい、なんていうんですか、いい世界ですよね、その男の世界っていうのは。まあ戦う者同士、この大仁田と天竜でしか分からない世界というのがね、まあ、当然ある。